昔、竹取の翁というものありけり、竹をよろずのことに使いけり、なおば、おりゃー、痛いでやーす。おやおや、始まってしまいましたね。おかしいよな。あっちでやんすか。気づかない。はいでやんす。気づかない。はいでやんす。気づかない。はいでやんす。まだ何も言ってねえや。すみません。おかしなとこがあるよな。わかりませぬ。気づけよ。気づきませぬ。じゃあ言うぞ。お前は誰だ。アスキはかぐや姫でありす。お前は何の中に入ってんだ。タケノコでやんす。なんでタケノコの中に入ってんだよ。俺がどんだけ竹切ったと思ってんだよ。森林伐採甚だしいんだよ。あれだけ俺の木じゃねえよ。え、お金は？この本に書いてある黄金は？その本でやんすか。その本はうちの父の会社で作った本でありんす。嘘つけや。嘘じゃないでやんすよ。ちゃんと裏に書いてあるじゃないでですか。何せ、過保護でやんすから。じゃあ何、この本に書いてあることは嘘。まあ、9割ぐらいは嘘でやんす。9割か。竹の中には入ってないし、竹の子でやんす。金持ってないし、竹の子レシピでやんす。おいしくいただいてやろうか。やだ、もう恥ずかしいでやんす。そんなことよりあつき1500年も待ってたんでやんす。売れ残り過保護でやんすから。残り1割よな。そうでやんすね。たくさんの人に求婚されるとかでやんす。ねえじゃねえか。宣伝でやんすよ。宣伝例えばTwitter とか Facebook とかいろいろありんすよ。そういう感じ。あ、そう。じゃあかぐや姫恋人募集中掃除。はい。ほらこんにちは。ここにかぐや姫がいるって聞いてきたんですよ。入って。いいよ。え、どこですか。え、かぐや姫どこ。え、どこに隠れてる。え、ここ。え、かぐや姫どこですか。え、どこかぐや姫。え、俺と一緒にタケノコ作ろうよね。かぐや姫、え、これ鋭くない。これだってさすがにこれは。おいここにいんだろ。うるさだー。え、何言ってんの。だってこの本にお前も何言ってんだそれ。嘘だよ、竹の中にすごい可愛い女の子がいる。あ、竹の子ね。その中に黄金が入っていて、竹の子ですよね。大きくなったらいろんな男が求婚するっていうから、俺どんな要望にも応えようと思って体鍛えてきた。さすがさ、どうする連れてくよな。特に要望はないよね。はい、過保護でやんす。過保護関係ねえし。ちょっと待って遠慮します。僕はもったいないですし。いや本当に結構です。やったな、かぐや姫。うるさー。いや別に結婚する気じゃないですよ。違いますよ。出た日本語のトリック。期待させるだけさせといて地に落とすよ。
責任取れよ、責任。何のですか。期待させた責任だよ。嫌です。自己紹介してみるわ。自己紹介、あ、今頃ですか。いいから、はい、わかりました。コウスケ、長見コウスケ。なんで今のコウスケ。長見コウスケ、あ、教師目指してます。留年してますけど。ほら、安定してんじゃん。かぐや姫なんかどう。あー、いいです。いいの。あー、いい。あ、違います。出た、日本語の鳥。なんですかそれ。言いたいだけでしょ。俺もう帰りますよ。待って、いやなんですか。全然全然想像と違うもん、あれ。かぐや姫は性格は性格は。ちょいと、嫌です。帰ります。お肉の願い、一生の願いだよ。嫌です。一生の願いだって。嫌です。頼むか。嫌です。頼むか。嫌です。もういいです。あ、日本語の鳥か。わかりました。好きです。結婚してください。いいでやんす。成立。あ、成立。あー、成立だ。いや、いいでやんす。何せ父に聞いてみないと。過保護でやんすから。また出たよ、日本語のトリック。ちょいと、今度何。あちき、好きに帰らないといけないでやんすよ。帰れば。くまだいたぜ。